では2時になりましたのでカメラ目線はこっち <laughs> 始めたいと思いますそうですねつい画面見ちゃうんですけどあ,すすあの、はい、あっちがはいあの今日は突然あの自分の番組を始めることにしました、えー、杉並テレビの高橋です。えー、今日ははママは住民ディレクターチャンネルとということであの私の 番組ですね。あ <laughs> の始めたいと思います、えー、どうぞよろしくお願いします。もうあのー、予想を超える方に見に来ていただいていてすごく嬉しいです。で、今日はあのゲストに教会通り、商店街も本当に大変お世話になっている斉藤恵子会長に来ていただいています。こんにちは。斉藤恵子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。なんか今日から始まりということで。 とテスコの部屋じゃなくてアキコの部屋ですか。<laughs> <laughs> じゃあ第一号でおめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> あのー、ちょっと緊張してはいけないですね。もう普通に行きたいと思います。すね、はい。 あのー、なんでこの番組を始めようと思ったかっていうことを一言だけ最初に言うと2005年から杉並テレビということであの、まあ、住民ディレクター活動ですねあの岸本明さんが始められた、あのー、住民の人がカメラを持って、まあ、自分の一番よく知ってる地域のことを番組にする中で。 こう地域づくりのプロデュース力を身につけようという活動を、まあ、都会じゃ絶対無理と言われたんですけど、まあ、杉並で始めましたで。なんで始めたかというとやっぱりこう会社に勤めていたので家は寝に帰る場所で地域に本当につながりがなくてなのに私はあの人の地域のこうコンサルをするあの、まあ、それこそこういう道具を使って地域を元気にしませんかみたいなことをあのコンサルする。 お仕事をしてたんですけどなのに自分の地域で何にもやってないのはもうなんか絶対おかしいなと思ってその時に出会ったこの活動を、まあ、突然始めたんですけれどで、まあ、5年経って今日も来ていただいてますけどあのいろんな方に一緒にやっていただけるようになって「あの教会通り」さんでもいろいろなことをやらせていただいてでただやっぱりこうみんなでやっていく中でなんかあれ私自身は一体何やりたかったんだっけっていうところが。 よく分からなくなってしまったっていうのもあってちょっと原点に帰って、あのー、やっぱり地域に住んでよかったと思う、あのー、そういう地域を作っていきたいって私は思ってこの活動を始めたんだよなということで、あのーまあ、この5年間でいろんな方にあの出会うことができましたのでそういう方々のお話を聞いてみたいなということでずうずしくいきなり番組を始めることにしました。で あ、なん、なんか音がしてる。えっ、ー、と、あのー、で、やっぱり第一回にはどうしても会長に来ていただきたくて、今日お越しいただきました。よろしくお願いします。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。会長も今日はまだよそ行きじゃないですか。そうですね。これからですね。<laughs> <laughs> <laughs> どんなお話をねしていいかわからないし全然打ち合わせがないしすいませんじゃあ高橋さんがちょっと来てってなんか喋って何をお話していいかわからないんですまあ徐々の会長はもう皆さんご案内ご存知の通りあの荻窪の教会通り商店街の会長。 をもう何年ししてらっしゃるんですかえっとね数えてみましてね7年8年目でしょうかねいつの間にかそんな時間に経ってますねはい。 その他にも、なんか地域のこれな数をお聞きしたら <laughs> <laughs> そうですいやいや、長い間住んでますから、いろいろやっぱり、まあ、地元のことはね、お手伝いということで、あの学校の関係とか、それからあの、まあ、民生事業員を受けておりますので、地域のお年寄りの,あの、まあ、面倒までいかないんですけどね、まあ、お世話とか相談とかっていう形で、なんとなくあの、まあ、近所に住む おせっかいおばさんって <laughs> いう存在ですかね。<laughs> なんか障害社会観にも、なんか本当によく。 お聞きするとと今日は障害者会館なのよたまたまあのこれはねあの杉少年の方からあの当て職であの障害者会館の方に出ていのは杉少年っていうのは境うう会通り商店街の親になります杉並区商店会連合会、はい、でそちらでたまたま副会長を受けてるもんですからあのみんな交代でっていうことで,で私はたまたまあの障害者の運動会をやってたもんですからねでそれで障害者会館の方に出入りしてる。 んですけど、これがまたどっぷり浸っちゃいましてね、おせっかいなんですね。本当にそうやってこういろんな活動を<ー>あのしてらっしゃるし、なんか一つひとあ私はもう教会通りのことをほんのちょっと教えていただいただけなんですけど、なんでしょう教会通りでもやっぱり私がかなり一番印象的だったのは周期<ー>に一軒一軒回られるじゃないですか。ああ,あ,あそれはもうね。 会員さんと一番あのいい形でのコミュニケーションですね。えー、と一つあの経費節約なんです。はい、あの引き落としにしますとね。その手数料をしっかり取られるもんですからね。まあ、それももったいないしっていうようなこともありますし。でもおかげさまでね。ご意見たくさん直接いただけますので、それはもう本当にお金に換えられない。 いいいいものいただいております月末になると全部ではないですけど、うんすね、一軒一軒回られて、ね、おしゃべりされてるじゃないですか黙ってね「あっもうまた1か月経っちゃいました」って言いながらただいただいてくるのもなんですのでやっぱりちょっとおししゃべりして、うん、そこでこうい,、ね、いろんなお知らせがあれば会長もお伝えになるし、まあ、もちろんいろんなイベントの時は皆さん回っておられますけどやっぱり。うん なんだろう一見一見こう回って、あのー、おしゃべりされて、ね、やっぱりそ,そこも一つ本当会長らしいというかポインななんかすてだなと思って見てたんですけどもともとおしゃべりが好きなんですよ <laughs> 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 もう本当にあの大したことは言えないんですけどおしゃべり大好きだもんですからいろいろね、うん、それで仲良くなれるんかもしれませんしね あとは手書きのポスター、が私は好きなんですけど、<ー>今も出てますよね。相変わらず手書きです。今度、あの、書く人が一人増えましてああ。そうなんですか。はい、社食堂の、あの、お父さんです。えー。あの方が、あの、板書してますでしょ。あの、今日の、あの、なんだ。お,お,すすおすすめメニュー。あれに目つけましてね。 今度あれが仲間に、あの人が仲間に入って、一人助かりました。あ、そうなんですか。え、え、十八日に。十八日です。<の>はい、十八日に。ご紹介ください、ね。そうですか。十八日に、あの、毎年恒例の縁日をやっておりましてね。これはもう縁日定番の出し物なんですけど。いや、あの、焼きそば。から、焼きとうもろこし。それから、ヨーヨー。それから、なんだ、かき氷。金魚すくい。そんなものをやっておりましてね。 これはもう店主が全部出てきましてで今年は青年部が生ビールとそれからスーパーボールすくいとを企画しておりますちょっと青年部がいろいろ手伝ってくれるようになりまして楽ちになりました。はい なんかツイッターと連動企画もあるって、さっき見ました。そ,そうです。そう <laughs> です、ね。ええとね、なんとかいう。会社の方が見えてくださってね。<laughs> ナミスケを探そうって、あのー、どっかのお店にナミスケが隠れてるんですね。で、それを探していただいて、で、ツイートしていただいて。で、そうすると、なんかそこで、なんかいろいろ、うーん、っていうことですね。あの、前にライブやった時の、やっぱ視聴者の方のプレゼン。ト プレゼントありましたでしょあんな形のもの,あの12月の5時間でットライブの視聴者プレゼントバージョンが今度はツイッターバージョンなんですねそう今日しまいあのしまったと今思ってるんですけどちょっと汚いんで写さないでほしいんですけど<え>後ろにいる金魚は去年の縁日で<あ> <laughs> 金魚救いでもああもうダメ写さないでください <laughs> やめてくださいななそうなんですちょっとしまったもうそろそろ水槽掃除しなきゃいけないんで見えてませんね この水草も、あの、天保園さんの水草ですし。は、えー、あう、ね、さないでください。ね、本当元気です。いただいた金魚が。こんな風にね、大事に大事にしていただきますとね。あの、本当に金魚も喜んでると思います。ありがとう。とはい、あの、掃除をしなくちゃいけない日なんですね。あの、そうですね。<laughs> ね。それは。<laughs> 今日、私の着てるのもラブサンバディさんのお洋服です。皆さん、教会通りにぜひ行かれてくださいね。 さあそして今日もう一つもう一つというか今日一番会長にお聞きしたかったのは、はい、なんかやっぱり会長の今のご活躍をこう拝見してると、はい、もうやっぱりすごく若い頃バリバリ働いてっていう言い方変なんですけど、えー、でまあちょっとあの、まあ、会社員で言えばあの、うん、お辞めになるような年齢になって、うん、で地域の活動みたいな。うんうんうん こっ,かなーって勝手に思ってたら全然そうじゃないのよっておっしゃるんですけどですねであのまあ私の時代なんかはそうだったんですけどあのとにかく学校出ましてからいわゆる花嫁修行みたいな形であのなんちゃかんじゃ細かいことごちごちやってますそれから嫁いだもんですから、はい、あの会社勤めっていうのはしてないんですね。で あの、旦那様のお父様とお母様と一緒に暮らされて介護ではないですけどずーっとこう、ううね、お食事をとにかくそうですねえそれはそうですね、あのーまあ、主人と結婚したというよりも斎藤に片付いたような時代でしたからねまず両親ということでちょっと母が病弱だったもんですから母の介護は10年間しっかりいたしましたで、父はまあおかげさまで元気でいてくれたもんですからはい。 そんなに面倒はかからなかったんですけどね。うん、で、ち、母を送って十七回帰住んで、父が亡くなって。その後から、まあ、地域活動みたいなことに。はい、それから店も受けしたんですね。うん、ええー、だから、なんか、あの、お子さん、か、方が、うん。うん 小学校、中学校の頃は、はい、あのまはあ、もちろん簡単なお役目はやったけれども PTA もやっぱりお家に何かあったら迷惑がかかるから、はいね、PTA もあんまりおやりにはならなかったってうそうですねあの、大きいお役はいただきませんで本当にあの学級委員さん、うん、そんな感じのことだけでもうとにかく何かあってしたらねどちらを優先にって言っても家を優先しなきゃなりませんのでね。会長はでもそれを全くこう 迷いも何にもなくこう、まっとうじゃないですけど、だってお母様が亡くなられたとき、それもすごく印象的だったんですけど、<laughs> もう完全に自分のお娘さんだと思って、病院の方が、そうですね <laughs> あの、本当に母はねあの、何年も入院してたんですけどね、亡くなりましたときにねあの、やっぱりお嫁さん、お見えになりませんでしたねって、看護師さんが言うんですよ。それでで私私はえ私が嫁ですけどって,言って その時「ああのお嬢さんじゃなかったんですか」って言われた私はもう本当にあの言葉が嬉しくてもう未だにうるうるしちゃいますね。うんあの看護婦さんがそん,なことそんな形で見てくださったっていうことは母にとってもあのいい見送り方ができたんじゃないかなと思いましてね一つまあ何気なくしてたことですけども私にとっては本当にいい宝物です。はい そうなんかやっぱりこう一番その時々に大事なものというか何だろうなんか多分全でも今やってるやってらっしゃることもその時やっておられたことも会長の中で多分全然それぞれ大切なことであの何が一番とか何が大事とか多分な,な,ないないんじゃないか そういう言い方も変ですかねそ。そうですね。あの別にそんなにあの特技があるわけでもなんでもないんで、あのただ一つありがたいことは主人があの。 これだけ動かしてくれている, <laughs> いるということに感謝しながらあのやらせてもらってますけどね、うん、あの体の心配はしてくれますけどもあのそこ行っちゃいけないとかこれはやるなとかっていうことはないですね、えー、だからもう精いっぱい一生懸命やってっていうことで本当にあの主人が陰になって本当にあの人の力が一番大きいんじゃないかと。 お電話するともう大体ご主人、いつもすいません、いつもお世話になったり、ません小さくなって、<laughs> で,でも会長もやっぱり夕方の時間帯とか、私もお昼の時間帯とか、電話がちょっとかぶったともういつも気になっちゃうんですけど、やっぱり必ずお食事はきちんと作られた上で、いろんなことされてるじゃないですか、当たり前とおっしゃますけど、うん、それは私の役ですからね、もう。ういうことにはあまり 気にならないんですね。もうそれが当たり前と思ってます。当たり前なんですよね。うん、だからね、高橋さんよりも2世代ぐらい上の世代ですよ。かか世代とか関係ないです。です絶対関係ないと思います。い古い古い時代の人ですか。私はもともとシンクタンクに勤めてたから、うん、こう報告書とか作るのは結構本業なんですけど、うんうね、違うんです。会長はそれを普通全部ご自分でおやりになるじゃないですか。 すごいなと思って、<ー>だからシンクタンクに、もう本当に会長、ご勤務になれますって、私、いつも密かに思ってるんですけどいやいやそうじゃなくてあの、やっぱり与えられた仕事ですから、自分なりにあのしなきゃいけないと思いましてね、もうただ期日だけは守ります、でなんかあっても、できるだけのことを一生懸命やって出します、そうすると役所の方があが直すように指示してくれる、もう本当にあの今、役所の方もとても親切で。 私ができないかなと思って、本当に助けてくださって、あの上手に指導してくださいますので、なんとかなんとか、ね。<や>去年もそれで、大きな街路灯の事業をやっぱり、ね、あれは本当に私にとっても一生一代の、はい、事業でしたし。本当に一生、自慢できる。 街路灯ができたと思っております今日もあのちょっとねあとで皆さんに見てていただかなきゃと思って整理してるんですけど、うん、あの業者の方のファイルがやっぱりこのぐらい厚いものなんですね。で私がそれに合わせてあのいろいろととくと,と,とそれから皆さん方に行って書類がほんのこのかなり厚みのある書類ができます。 財産としてあの次につなげていかなければと思って今整理中なんですねあのすっかり整理ついたらまたご覧になってみてください。あ,ありがとうございます。やっぱりどうやりとりしていろんな事業のノウハウっていうかですよね。ねねあのおかげさまで本当にいい勉強しましてねだからこれからこのあとあの LED であのやられるあの商店街にはもういくらでも私のあのであの分かっていることをあのお教えして皆さんに一見でも多くね。 LED にしていただきたいと思っておりますね。うん、だって電気量が本当に違うんですもん。三分の一くらいなんですよ。あれだけ明るくなってですか。だから明るさは二倍半ぐらい出てますでしょ。で電気量がそれからまたあの電球がすごく長持ちするってもうこんないいことありませんのでね。うんうん なんかありがとうございますなんやいやいやいや <laughs> なんかこの間も熊,、はい、熊本の講演会で岸本さんが、はい、あのー、教会通りにご紹介されて、はい、熊本から <laughs> 八代食堂さんの麻婆メンチ食べたいっていう声が出てたりとか、はいはい、もうあのー。 すごい人気です教会の <laughs> ありがたいですね。本当に高橋さんたちたちのおかげです。いやいやいやそんなことも<の>もうとんでもないです。あのあんなにね、もう全国的にあの皆様にね発信していただいて、うん、あの今でもポチポチといろいろご意見いただいたり、それで見えてくださっている方もいるんじゃないかと思うんですね。もうおかげさまです。もう教会通りと本当にあちこちで名前が知れるようになりましたんでね。すごい,いやでももう今や本当にいろいろなんかあれですかね、星さん。 ああちょっと今っち入れないツイッターのほ、はいはい、うに入れなくて <laughs> ちょっと今困っていてあのそうなんですです、えー、私の方のツイッターのアカウントから今ちょっと入ろうとしたんですけどここに表示されなくてご <laughs> ちょっと困っていて <laughs> 返信しようしようとすごい頑張ってるんです、皆さんの。あれ？あ、あんまりあれなんですかね。あ、そうです。西澤先生、雑談の中にヒントありです。あのこ、あの脚本家の西澤七瀬先生なんですけど。 やっぱりさっきの会長のお話ですよ、もう皆さんのとこ一軒一軒行って、昨日まさにこういうやり取りをちょっとツイッターでしてたんですけど。 当たり前のことは当たり前にしてるんですけどね、そんなにだから、うん、言われると、なんかこちらが、会長の当たり前が、時々当たり前じゃなくなってる自分に、ちょっと時々、ドキッとするみたいな感じなで <laughs> そうですかね、<laughs> 私自身はもう何も変わらないで、相変わらず同じようなことしてるつもりなんですけどね、ちょっとツイッター、ちょっとやっぱり初めてで、私もうまくできてないんですけど <laughs>、これを見ればいいかな。 あ、でも来てますよ。そうになってるんで、いや、これ、えっ、ー、と、私のタイムラインなんですよ。はいはいはい。ういうので、ここで、今、打った、打ったものが、あっちのユースト、日本タイムラインに反映されてなくて、それ。ああ<ー>。なるほど。あ、んまり書き込みはまだ。ないってことかな。わかんないけど。こちらは、S. F. C. の田中さんっていう方も。見てくださって。そうで,どうですか。なんか、ご質問でも。 あ、ご質問でもあれば <laughs> <laughs> 答えするほどのことでもないんですけど <laughs> ちょっとやっぱあれですねあのタイムラグがこんなことやってるうちに汗が出てきました <laughs> <laughs>、ね、生き物ですものね<ー>本当にもう計算通りに思うようにはいかないですよね 子供と同じかな <laughs> 今日はでももう開き直ってうちなので <laughs> あのまあ熱が出ても <laughs> 皆さんも来てくださりズズしいんですけど <laughs> 今日は熱が出ても絶対大丈夫と思ってたらまったく大丈夫でした、ね、<laughs> そういうもんです、ね、そ,うそういうもんですそういうもんです <laughs> 会長今やっぱり境界通り りってお聞きするんですけど、うん、一番大事にされてることってどんなことですか？そうですね、やっぱりあの通りとしてはもう和やかさ、和を持ってっていうことと、それからもう若い人にいかに育てていただくか、うん、もう若い人に期待してるんですよ。いい形で世代交代したいっていうのがもう夢ですのでね。うん、今一生懸命なんとなく でも、もうさっき、えっ、ー、と、三代目のトモくん、とも君、はるなやさんのともんの話題も出てましたけどうん、うん。そうですね。もう、あの、子が五歳、六歳。えっと、歳今度学校って言ってたから、六歳か。うんうん、いい三代目が。できつつあります。えー、ジェイコムに登場しても、全然もう,う、ね。あの子はね、はるなやさんの子じゃなくて、教会通りの子ですから。はい、なんか、お父さん。 なんか言われそうですねうん何、うん、かやっぱりお父さんのとの関係もすごい素敵で実はあの春菜屋さんの番組とも君の取材をした時、うん、なんか知らないですけどうちの子もいたんですも後で岸本さんに怒,怒られたというか、うん、<laughs> 指摘されたんですけどうちの子もいて「うん、あんたはうるさい」って私はその時言っちゃったんですよ。 だから私の娘ですね、邪魔しないでって言っちゃったんで、ぴょこぴょこって2か所だけ写ってて、本人はすごい喜んでましたけど、でも、そこでうるさい、邪魔しないでって言わないで、なんで一緒にやらないのって、後で言われて。 ななんかそうだよなと子供のために始めた活動なのに子供を邪魔にしてどうするって思ったんですけどなんかあのそういうところは私はもうまだまだなんですけどやっぱり。っていうかね自分の子に対してはねやっぱちょっと違ってきちゃうんですね。私なんかもねよその子にはね非常に寛大なんですよ。でも我が息子のことになるとねやっぱりどうも気に入らないことが多くってほっとしますそれは同じですよ <laughs> <laughs> うん、もうやっぱり子供たち自分の子にはねやっぱり自分春菜屋さんのともくんの番組でうち、ん、の子がうろつろしてて、うん、ちょっと突然一緒になんとかっていう全く思いつきもしなかったんですけど、うん、でも後から「うん、なんで一緒にやればや,やる方法もあったんだよ」って言われて、うん、まあ確かにあの自分の子供に一番嫌な思いさせたら全く意味がないので。うんうん あ本当その通りなだなってちょっと思ったりもしたすごい思い出のある番組なんですけどねーねーだからやっぱりそこはね自分の子とはねちょっと違っちゃうんですねでもそれがやっぱり血のつながりみたいなもんなんじゃないですか、うん、それはそれで大事にしていいと思いますよ。よかったよ聞いて。<笑><笑>あー そそろそろなんかもう結局予定の時間は大きく超えてるんですけど、す, <laughs> すいません<笑><笑>いやいやいや、もうあきょ日適当に、もう別に15分だからって、決めてやめる必要もないので、思って喋、ねうん、りだすときりがなくなっちゃう人だから。<laughs> ちょうど本当明日明後日が縁日だし楽しみですよねまたすごいにぎわいますよねそうですねまた特別暑いんでかき氷と生ビールの売り上げがアップするんじゃないかと思ってもうして天気もすごい良さそうですよね良さそうですよはいぜひお遊びにいらしてください皆さんどうぞ教会通りに行ってくださいじゃあ最後に会長にもう一言だけ頂いてえっとあっ どうしますよどうしょう<を> <laughs>、何を申し上げたらいいか、うんちょっとまだ今日はうまく視聴者参加型番組と銘打ちながら、ちょっとうまくツイッター拾えなかったんで、皆さん、すいません、懲りずに、また見てください。<え>あのいろいろ、<laughs> 皆さんからすごいね、あのアドバイスをいただいてるんですけど、すいません、は反応ができてなくて、でも、すごい、ありがとうございます。 なんか途中から見た方がにあの内容が分かるようにしたらとかそういういろんなねすごい貴重なアドバイスをいただいてるんですけどもちょっと今後の,あの <laughs> 参考にしますそうタイトルですよねタイトルはこ UstreamPro っていうなんか有料バージョン買うとタイトルが入るらしいんですけど今回無料バージョンでいろいろ悩んだんですけどあ名前一応ね今日斉藤会長の分だけは用意したんですけどほら。<laughs> <laughs> <laughs> 出さずに終わってます <laughs> で今日のタイトルはこれなんですけどちょっとタイトルを出すと音が消えちゃうんでじゃあタイトル出します。あれ髪に変 <laughs> そうですね、紙に書いて出した方が早いですね。<laughs> 紙も準備しようと思ったんですけど、ちょっと間に合わなかった <laughs> 第二回目以降の参考にさせていただきます。じゃあ、本当、今日、会長、ありがとうございました。えー、どうも、ありませんでしいやー、今日はもう、あの皆さんも、本当にありがとうございます。実は、今日、限りなくゼロを覚悟してたんですけど、嬉しいです。こんなに見ていただけて <laughs>。 第2回目はあの来週22日木曜日の,あのたまたままた2時からできることになりましたのであのぜひご覧ください。来週はあの中曽根さんとおっしゃいましてあの社,社会教育センターの社会主事でもうこの活動杉並みで始められた恩人みたいな方なんですけどはい、はい、中曽根さんにお話伺います。でそのののうち、あのママ友のとこにも出かけていきますので、あのまあ 十五分ぐらいですけど、あのぜひぜひお付き合いください。じゃあ、今日は、あの、あと、映ってないんですけど、最後に。田中さんにカメラをずっとやっていただいて。ええ、いいって言ってますけど。<laughs> カメラマンでした。田中でした。ありがとうございました。もう、なんだかんだ言って、皆さんに支えていただいて、本当にありがとうございます。 じゃああのー、すいません今日はあのタイトルロールも間に合わなかった一応作ろうと努力はしたんですけど <laughs> これで番組終わりたいと思いますどうもありがとうございました,うましたさよならうそれでですね今日はここでブチッとやめないでちょっとしばらくこのまま放送しちゃおうかなと実は密かに思っていて <laughs> なんか普通ここで放送ブチッと終わるじゃないですかでも裏で何を喋っているか,かに気になりませんか <laughs> なんかちょっと本当にあのタイムラインが全然私、拾えなかったのでここで答えるっていうのでもいいような気がしてなんかアナログ一番ですよね、結局はアナログ一番で私も一生懸命このタイムラインに入ろう入ろうとしてたんですけどもなんかすごいいろんなあのアドバイスをいただいていてちょっっと待ってください、ね、あなんかうちがいろいろ映ってもうどうしようって感じ <laughs> 開き直ってますね、皆さんあんまりバックは見ないでください。<laughs> 確かにでも あれですね、さっきもあのちょっと拾ったんですけどもあの途中からの方が何の内容をしているかが分からないっていうのはすごくてそのいい内容をやっていても何のことなのか <laughs> 分からないと離れていってしまうのですごいいいやあのアドバイスを頂い,いたのでそ,その辺ちょっとね紙を持ってればいいればんですねなんですよ毎日その <laughs> タイトル型を出したら音が消えちゃう場合も <laughs> 考えてみんなで髪を持っているみたいなそういうのもいいですね。 田中さんも,もう、ま、みんなマイ,マイネーム持参で <laughs> あの中継に行くとかです、ねはい、研究目線もいただいてますインタビューの様子があそうですねあのまさに普通あのインタビューして後で紙で起こすようなのが中継できちゃうみたいなとこあるかもしれませんね<あ>荻野先生からも。 ありがとうございます一応、はい、お疲れ様でみんな終わってやっぱだいたいこれでだいぶ抜けてってますねこんな編集後義みたいなこともやっているとは <laughs> <laughs> ああでもやっぱりすごい汗をかけましたはかなり冷やしておいたつもりだったね。です田中さんありがとうございました この部屋っぽい感じ。あき、あきあき、ああき、この部屋っぽく。えつこの部屋。そう、最初はこれも、あ、なんかさ、んがち映ってます。<laughs> <laughs> <laughs> そうね。火曜日の十二時からとかって言って、最初決めて。やろうとして、途中で。あれよく考えたら、そんな偉そうな火曜日十二時に来て。来いみたいなの、そんな。偉そうなことは良くないと思って。 もういつでもどこでもに変えたんですよねメインはゲストに合わせて、ね、まあ、この場所でもいいしそちらに伺ってもいいしという感じでやっぱりどうしてもなんかそのイメージというか番組っていうなんか先入観がまだあるんですよね,すね同じ時間に毎週やらなきゃみたいな、ね、ありますよねありましたもう本当にあって火曜日のやっぱり正午ってなんか決めてそう でもよく考えたらそんなずうずしいというか <laughs> 関係ないじゃんみたいな。そういうじゃないとみみんなが見れないからって思うんですけど <laughs>、うん、でもそんなにたくさんの方にラフで見ていただけるとスタートじゃないですしね <laughs> し。そう <laughs> もうなんかやっぱりゲストの方に一番来ていただきやすい時間と場所でもう自由にもうあのゲストの方に合わせて。 そう、なんか、だから、やっぱりで、ね。でもね。何を喋ったらいいのとか、<laughs> それ適当にとかね。毎回怒られる。どういうことって言ったら、まあ、振りますよって。もう、何が、何にも振られるかわかんないし、もう、本当に。真っ白で伺ってるんでね。私だって朝かいてますよ。思 <laughs> <ー> <laughs> いません。いや、でも、あの、やっぱり。練習しちゃうと、なんか。うん 本番で喋ることが嘘じゃないんですけど、まあ、まあねそう思うんですけど何が出るかっていうのもやっぱりねちょっと不気味ですね <laughs> じゃあ次回以降の方そういうことですのでよろしくお願いします <laughs> じゃあ編集後期もこの辺で <laughs> そろそろ本当に終わりにしたいと思います本当に今日はありがとうございましたじゃあ本当にこれで中継終わりにしますありがとうございますどっちを先にやめればいいな